こんばんは。いや、Mars.私も英語を頑張るって決めたんだ。1年でベラベラ喋ってるだろうな。そうなる。私春までに喋れるようになりたいの。いや、それはさ無理かもしれないけどさ、英語喋れるようになりたいんですよ。でも喋れるようになりたいって言ってたってさ、なりたいでなれるわけじゃないじゃん。Just the way. Just the way you are. What are you doing? ね、聞き取れはするんだけどさ、自分から出てこないんだよね。単語を知らないから多分。けどすっごいわかりやすい YouTuber さん見つけちゃって、順を追ってやってくれるから毎日毎日コツコツやってます。ミスアの若77人になりました。やったー。今日はやばかった、暑かったですね。ちなみにこれゆきりんさんからもらったお下がり。単語をさ覚えるのがね苦手なんだよね多分。
セイナス・イングリッシュ・スクールっていう、セイナちゃんっていう方がやってらっしゃる YouTube がすっごいわかりやすくてありがたいね。今日お出かけしてたの、一瞬ね。単語なんてさ、DJ 社長が前にいい勉強を改善してた。そうなの？見てみようかな。単語がやっぱさ、単語だよね。日本語もそうだよね。何それ、何その日本語みたいな。日本語っていうか その単語は何っていうやついっぱいあるじゃん、まだ。だからね、難しいよね。だからもう道歩いてるときに、これは何、これは何みたいな、例えばみたいなやつを調べてみたいな。そう、単語覚えなきゃな。ね、単語覚えなきゃ、覚えようとしても覚えられない、覚えようと聞き取ろうとしても聞き取れないよね、やっぱり。私はサッカーをします、明日。明日サッカーするんだよねって言われてもさ、明日っていう言葉とさ、サッカーっていう言葉の意味を知らないと何それってなるじゃん。そうですよね、結局。でも中学校の時よりすごい英語を理解できてる気がする。今だよ。波に乗ってる時にやんないとね、こういうの。そう、
そう、やる気がある時にやんないとね、マジでって思います。単語を知らないとやっぱそうだよね。そうだよね。でも私が社交でやってた時の勉強法が一番効率いいと思う。社交で何をやってたかってね、知らない人知らないと思うんですけど、もうなんか例文っていうか、そのテストとかがあって、テストでやった分、やった問題、出てきた問題に正の字を書いていって、一番出てくるのがやっぱ重要なわけやん。だからそれを主に勉強する、それだけ勉強するみたいな、もう運任せそうみたいなね、運任せですよ。知らないもんはもう知らないってことで、そう、もう分かんないときは分かんないよねっていう。でも重要なやつは結局問題に、何回も問題に出てくるってことはテストでも出てくるから、それをあれにしとけば傾向と対策、まあそんな感じですね。語学は毎日積み重ねだから、効率とかよりいかに継続できる。まあね、語学はだって自分の意欲次第じゃないですか。そんなもの、あれですよ、スポーツとか楽器と一緒ですよ。スポーツとか楽器もやっぱ自分でねやっていかないと、マジで衰えるから。ピアノとかが特に、楽器とかも自分の身体を使うものは動かしていかないと、ね、分かんなくなっちゃうんですよね、多分。そう、稽古と対策、その場しのぎはすごい得意だから、そういうね、その場しのぎがね得意でしたら、まあ私の社交のやり方、社交でもうマジですぐ取りたいみたいな方は、もうな、傾向と対策すごいいいと思いますね。その場乗り越えればまあなんとかなるっしょみたいな時いっぱいありますから。はい、私もごまかしのプロと言われてきましたそんな呼び方するなって、ね、あとはあれだね、あとは足、アメリカのネイティブ友達作んないと。一番結局早い、手っ取り早いんだよね、ネイティブ友達を作った方が。友達に聞いてみるか。リオナちゃんは知ってるんですけど、私が入ってすぐだから、ユキちゃんがもうすぐ私のすぐ後になったから、かぶってるけど、ほんと1回ぐらい、ワンコンサート分ぐらいですね。ほう、
ポーラあたりでもね、ね、ネイティブの友達に同性のなんか同じ感じの友達欲しいな。同性の私みたいな、なんか日本語、あっちも日本語学んでるし私も英語学んでるみたいな感じの、なんかウィンウィンじゃないとやってらんないんですよ。私人間関係ウィンウィンじゃないとやってらんないからさからさってそうだから、ウィンウィンじゃないと、まああのいとこと言いますか、パパのホストファミリーの妹の息子くんが私と同い年なんですけど、実質いとこみたいな、はアメリカ人で今日本にいるから、もうなんかいやみたいな、いやいとこ、いや友達みたいな感じなんだけど、そうやっぱ友達の友達って安心感がすごいじゃん。なんかネットとかでやっぱさ、ネットで知り合った人と会うって相当じゃないと私やりたくなくてね。相当じゃないとさ怖いじゃん、やっぱか。もう芸能人とか同じ、もうなんか芸能人ってやっぱさ SNS に顔写真載っけるからし、例えば川原美咲って調べたらさ、まあ、出てくるじゃん、この無加工のさアーシャとかが出てくるわけやん。で、はあ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 、こんな人のやって分かるじゃないか、分かるじゃないかって分かるじゃん。だから安心してこう交流関係を深められるというか、そうみたいな。でも逆にそういうなんていうの、 SNS で知り合って友達になるみたいなのはもうほんと芸能人とか同じような業界の人とかしかやったことないから、普通にね、だって芸能人とかはさ、もう無加工の写真が出てるやん、世の中にいっぱい。そう、あのインフルエンサーは一旦置いといて、やっぱ俳優女優とかアイドルとかはさ、アーティスト写真としてもう無加工のものがボンって載ってるやん。だからはあはあ、こんな顔ね、理解理解みたいな、こんな人ね、理解理解みたいな。やっぱ川原美咲って調べたらいっぱい出てくるし、どういうことやってる人なのかっていうのすぐ分かるからあれなんですけど、やっぱりさね、なんかもう自己責任だよね、 SNS で知り合うみたいなのは。同じ界隈にいるってだけでもでもすごい安心があるよね。ファンの人は SNS で知り合ってる。でもやっぱり結局だから、ここにこのショールームにいたりとかするやん、やっぱ。ショールームとかで例えばじゃあタートスさんとかさ、ここもあのねさんとかさいるやん。でこのもうよく出てくる私推しの人、私川原美咲推しの人とか川原美咲のショールームにいる人っていうさ、もうさ、例えば会って何かあったら、会ってその人と何かあったりしたら、この人この人この人はこの人がこの人がってやっぱ言う
発信することもできるじゃん。けどさ、もうほんと全く知らない人、例えばマッチングアプリとか最近よくあるじゃん。私すごいなって思って、マッチングアプリで出会える人、マッチングアプリとかでさ、絶対顔加工してんじゃん。だってそんなの、そう、だから絶対顔を加工してるような人とかに会って絶対安全かって言ったらそうじゃないじゃん。そう、絶対そうかって言ったらそうじゃないし、だからすごいなって思う。私多分ね、一生できない。もうなんか絶対無加工で、近日もう3日前の写真を絶対載せろみたいなさ、マッチングアプリとかがあったらさ、すごいいいなって思うんだけど、私は使わないけど、多分私はもう使えないんだけど、なんかやっぱもう何年前のめちゃめちゃ加工した写真とかをさ、やっぱ使ってる人っているじゃないですか、やっぱりね。昔の自分が好きだったとかもあるし、昔の自分の方が可愛かったかっこよかったもあると思うし、それはもう個人の自由なんだけどさ、もうあんたの今の状態は分かんないじゃんって。そう、今の状態分かんないじゃん。だからもうほんと3日前の写真を上げてくださいとかさ、3日前の無加工写真しか使えませんみたいな、コンピューターのあれにしてとかでも怖いよね。そうそう、一般人しか分かんない。私が一般人になった時に使ってるかもしれない。使わない、私は使わないんだけど、例えばね、芸能人やってました、一般人になります、出会いがないです、マッチングアプリしてみようかなっていう人も絶対いるわけであって、無加工じゃないと何も信じられないでしょ。 SNS なんて、SNS をね、信じちゃダメっすよ、ダメっすよとか。アイドルとかもね、加工してるからさ、やっぱさ、私加工をねあんまりしないの、インスタとかで。なぜかっていうと、やっぱさ、この例えばじゃあこのショールームはもうね無加工なの、ほら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 ってね、無加工なんだけど、例えばこれにさ、エフェクトつけれるわけ。私これ初めて使うんだけど、例えば肌の滑らかさ、あ、おすごい、ほら見てとかさ、目を大きくのもできるわけ。これも目を大きくできるわけ、ほら見て。これちょっと気持ち悪いからちょっとやめるわやめるわとかってできるわけ。こうやってプリセットとかもさあるの、もうこういうやつが。わかんないでしょ、そんなさ、こういうこれで毎日配信してたら、あ、そういう顔なのかなって思うでしょ。あ、やばね。でこれでさ、例えばさ、これでこれで配信しててさ、毎日で、あ、じゃあファンミーティングやりますとかでさ、こうやってこう、この顔が来るわけ。You know what? そう、そうなんだよ。だから例えば加工をめっちゃ加工してさ、加工した顔でやっぱ人って慣れるんですよ。最近の人って SNS ばっかり見るから、リアルなものをさ、やっぱ8、2ぐらいで、8が SNS、2がリアルぐらいの感覚じゃないですか。もうどこぞのアイドルとかも。やっぱ毎日、まあ、地下アイドルとかはわかんないよ。毎日会ってるステージ、なんやろ、アイドルとかわかんないけど、毎日会えるかもしれないけどね。でもさ、やっぱこの、もうリアルで会った時に幻滅されたくないから、っていうので私は加工をしてないんだ、あんまり。これ加工ついてる、もしかして。
ついてる、ほら肌が滑らかすぎるんよ。これだっけ。そうなんです。そう、まあ、加工してね、可愛い自分を見せて、そっからファンを獲得するのもすごい大事だと思うし、すごいなって思うけど、私ギャップが嫌なんですよ。その可愛い、あ、すごい可愛いなこの子って、私川原美咲可愛いなって加工の顔で思ってくれた方が、例えば舞台だったりファンミーティングだったり、それこそ握手会とかもで、リアルにこうやって来てくれた時に、え、全然顔ちげえじゃんってなるじゃないですか。やっぱ最近の子は特になるのよ。インフルエンサーとかもね、特になりますよね。ファン握手会とかが定期的にあるわけでもね、あんまりないし、男女お互いそうやって出会った時に違う意味で笑って気が合うなんてパターンもあるかも。なるね。そう、すごいよね。だってさ、 SNS でよく、ま、マッチングアプリでよくあるのってさ、え、写真と全然ちげえじゃんってなるタイプがもうほぼだと思うの多分。まあ、ね、写真と一緒だったけど話し方とか そういうの全然違うやんっていう、そっちのギャップもあるかもしんないけど、そうなんよ。え、写真と全然ちげえじゃんって思って、もうめっちゃキュルキュルのさ、こんな子が来るかと思ったらさ、なんか、え、待って、そんな鼻、もうなんかここもシュッてしてないし、ここもシュッてしてないし、目、そんな目でかくないしみたいなさ、え、めっちゃ加工 してるやんあれみたいなっていう悪いギャップとか、逆にそれがいいギャップになれば、あの、絶対相性がいいから付き合った方がいいと思うんだけど、なんか、あっていう悪いギャップの方になってしまった時点でもう終わりです。そうなった時点で終わり、 It's over。 実際的に握手会で実際会ったファンの方のギャップ会ったことある？ないね。逆に若い子たちは顔出さないし、てかみんな顔出そうとしないじゃん、やっぱ。The end だよね。もうそれ以上もいいかもないみたいな感じで、加工は礼儀。まあね、そのなんか例えばもう加工、その写真でしか、写真を渡すとかさ、そういうその見てる側からちょっと不快だなって思うような写真をあげるっていうのはまあどうかしらって思うからね、まあ、少し加工してもいいと思うし、でもギャンギャンに加工しすぎたら逆にちょっと、え、あのギャップが生まれちゃうじゃん。そのギャップが私嫌なんだ。メイクしてるのと全然違うじゃん。だから分かんない、全然違うか分かんないけど、よく私メイクしてると、あの、なんか怖いっていうか、もう大人っぽい、綺麗めの方にみたいな、もうなんか多分シュッてしてるからだろうね。まあ下げてるつもりなんだけどさ、垂れ目塗りたいから。垂れ目でも釣り目でもないんだけど、私の目ってマジでもうキュッてアーモンドアイみたいな感じ。そうなんだけど、メイクもメイクでやっぱ違うじゃないですか。このこれだって涙袋なんてこれ書いてるからね、わかんないでしょみんな。涙袋今日あんじゃんぐらいでしょ。初めてこうやって会った人はさ、あ、涙袋、例えば、あ、涙袋かわいいとか思っても、これメイクだからって、目のパキッてした感じもメイクだからねって。だからメイク、私メイク取ったらね、赤ちゃんって言われるの。
赤ちゃんっていうか、なんかえなんか幼ーって言われるんですよ。特にあのだからダンレボだったりターニングポイントでもそうだけど、メイクしたした時とした後、あした後じゃない、した時とその後、もう撮った時のオンとオフを両方見てる子はやっぱりこのね、全えメイクしてる時との印象がマジで違うって言われ、この前も言われました、ターニングポイントで、えメイクしてないのバブーって、そのギャルがいっぱいいたんですけどもえメイクしてないのバブーみたいな、え全然印象違うねって、あそうですかとか、そんなキャラじゃないけど、マジやんありがとうって言っといたけど、つけまはしないね、単発のつけまとかは やったりするね、よく、私はやってないけど、もう2本しかないこの1本1本とかをこう均等につけていくとかは最近あるね、ワンホンまつげみたいな、印象違うんですよ。カラコンは、あ、持ってるんだよカラコン。でもさ、乱視用のカラコンでめっちゃ可愛いのみたいな、私のドツボにはまってるのみたいなのはあんまりなくて、そう、あんまり使ったことがないから、あの韓国の可愛い、まあ乱視は入ってないけど、このこれだけ土入りだけとかだったらね、持ってるんですよ実は。つけてあげようか、ここで私のみんなにお披露目したことないんだよ、まだ。でもさ、茶色は今ちょっとやってないあるんだけど、ワンデーだったら当てたくないから、そんなふうにしとくね。青いの持ってんの、青いの可愛いやつ、でもこれは卵子が入ってないからマジでもう月が2個とかに見えるの、だから使う日がもうなくて、やっぱり全然使えない。結局これ1 year のやつなんだけど、ワンイヤーだからまだ、この前開けたばっかり、春ぐらいに開けたばっかりで、実はでもあんまり青感がないかもこれ。ティッシュ。
いたい。そうじゃん、使ってみればいいやんって。明日とかに使ってみようかな。喉通り、はい、見える見えないよね。これもちょっとこっちである。これ右が青で左がね、茶色なんだけど、両方青にしてみようかな。見えない。右目がめっちゃ痛かったさっき。はい。あーでも乱視がすごいわ。全然。やっぱ乱視用カラコンだね。見えるかな。
大体見えるんだけど、やっぱり、これが青なの実は。今ちょっと目が赤いからわかんないけど、これが青なの。こうやってしたらよくわかる。やっぱ青よりね、青より茶色の方が見やすいと思うんで、そう。明日茶色つけてお出かけしようかな。あと日に当たったりするとすごいわかるんだけどな、こういうのって。まあ真っ黒だから外は。よいしょ。いやでも見にくいわ、やっぱり。すごく見にくい。で、結局普通のやつに戻るっていうね、私もよくやるんですけど、この前も茶色使ってみたけど、やっぱ普通のが一番だわっつって普通にしたんだよ結局ね。そう、結局無加工が一番可愛い。いや、無加工が一番可愛いような女の子になる。そういうこと、そういうことと。無加工で可愛いって最強じゃない？いや、どっちもね、乱視対応してないんですよ。乱視対応だとね、なんか色がなんか微妙だって全部。そうなんす。そうなんですよ。結局ね、そうだから私はもう自肌から。だからね、綺麗に行こうと頑張っておりますけれど、何の話だっけ。結局はうちらが一番可愛いってこと。茶色なんだけど、実質私の目のが茶色なんだよね、正直言って。あんま変わんないんだよっていうことが判明したカラコンによって。そう、私の目の方が茶色いっていう。
ありがたき遺伝子。結局ね、そう、友達の友達の方が一番いいんよって話だね。そう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 。ちょっとちょっと。ありがたき遺伝子ってことで、私はもうおとなしく卵子用からこじゃ卵子用のコンタクトを使います。そういうこと。痛え、目が痛え。結局ね、自分に合ったのが一番ええよ。カラコンなんて多分沼にはまったらもう沼だろうね。いっぱいありますもんね、カラコン。私だって多分卵子じゃなかったら使ってますもん。じゃなかったら使ってるもんな、絶対。かわいいもん、今のカラコン。結局ね、あんま変わんないでしょ、さっきと。そうなんや。うん、ほらってこと。オッケー。やっぱり私の友達は自己肯定感高い人が集まるね。すっごい思った。この前の舞台でもやっぱターニングポイントで一番仲良くなったのミハルなんだけど、ミハルっていう、まあ、ハートの香り役の子。そうなんだけど、結局待って、うちらが一番可愛いってことだよね。オッケーオッケーとか言ってとか言うんですけどね、あ、私の友達だーってな感じですごい嬉しい。私嬉しいよ。うん、よし、今日も可愛い。メイクしたからもっと可愛いっつって舞台に出てるって。そうだよ。I'm from Hello, I'm from Indonesia. Hello. ランシオはね、コンタクトの輪の中に上と下のマークがついてたり、まあ、下だけのマークがついてたり、ここ上にしてくださいね、ここ下にしてくださいねっていうのがねあるんですよ。でそれをその通りにこうポンってはめるみたいなみたいなイメージかな。そうだから、そのメガネとかも一緒、メガネ、乱視用のメガネとかもこうなってるからいいのであって、多分この端っことか、こういうレンズのこういう端っことか上下とかで見たら全然見えないんですよね、正直。
You know JKT48? Yes, I know that. I know that. そうそうそう、コンタクト。私もだ。目が悪くなるっていう人間の習性、本当にやめてほしい。本当にそう。やめてほしいね。覚えるにはどうしたらいいの？結局逆に和英辞書とかを一冊マジコンプリートしたりとかしたらめちゃめちゃいいんだろうけど、そんなね頭脳がないのが事実。メガネを持ってるよ。でもメガネは乱視が全然まだ全然だった頃に作ったやつだから、マジで変えないとやばいの。メガネ単語アプリはね持ってる、今やってるんですよずっと。メガネマジで変えないとやばいの。金髪はしないかな。多分来年、そうだね、やったとしても来年の2月とか3月とかだと思うし、多分来年の夏前ぐらいまではずっと黒髪なんじゃないかなと思います。やりたいけどね、色カラーとか入れてみたいけど。そう、やっぱ黒髪キャラが定着しつつ、定着しつつってやっぱね、金髪よりやっぱ黒髪のあれなんだろう。こんな感じ。舞台とかそういういろいろなやつですね。なので逆にお楽しみにって感じで。なんか英語のねお話とかをさ訳してみようかなとか思ってさ、いろいろ例えばいろいろ洋書コーナーとかを見るんですけど、やっぱ星の王子様とかめっちゃ多いですね、でもやっぱ星の王子様って私日本語でも理解してないのね。あれなんか理解できる？みんなあれ理解できる人いるのかな。なんかあれな、え、な、何の話って、まあ
劇2回ぐらい見てさ、なんか小学校の時に劇が来るんです。それこそもうなんかミュージカルみたいな感じのやつが学校公演みたいな感じでね来てくれて、2回ぐらい見てみたりとか、自分でその国語の時にだったり英語の国語の時かな、星の王子さんみたいなさ読んだんですけど、ほんと分かんなくて、あれ星の王子様の物語がよく分かんない。だからやっぱり理解できてないとさと思って、理解できてる、うん、なんかしようかなと思って、ね、でもやっぱさ、だから物語とかじゃなくて例えばディズニーの歌詞とかのが意味がすごく分かりやすいんじゃないか。だから私も なんだ Part of your world とか自分なりに解釈してみようかなって思ったり、大事なものは見えない、そういう熱いメッセージが込められてるの。あれ星の王子様ってなんか分かんないな、うん、私には私はほんとあー分かんないってなったらほんと一気に分かんないからさ、そう分かんなかった。歌はねいいよね、ディズニーの歌とかだったらさ、やっぱ内容知ってるからああこういう気持ちなんだっていうやったりさ、あれもパート・オブ・ユー・ワールドも私大好きなんですけど、訳っていうか日本語の歌でさ、なぜ火は燃えるの、なぜ火は燃えるの教えてってやつあるじゃないですか。あれもうファイヤーじゃないんだね、なんか日本語訳、私英語で日本語字幕のやつを見たんですよ、この前映画館で。で「It's fire!」って「あの火は燃えるの?」って言ってるけど、その「fire!」のガチのなんかもう「fire!」じゃなくて「心の火」なんだね。そういうことってもう若い頃からさ、若い頃って。ちっちゃい頃からさ、やっぱりちょっとなぜ火は燃えるの教えてとかってさ、ハーハーハーンって歌ってたから分かんなかったけど、 It's fire じゃなくて、 fire じゃなくて心が燃える、恋してるってことなの。はぁ、そういう意味と思って、私もこうやって見てた映画館ね。やっぱ恋をするとさ、なんて言うんだろう、恋焦がれるとか言うじゃん、そういうことらしい。でその字幕に確かなんだっけな、それが正しい字幕翻訳らしいんだけど、なんかなぜ心は燃えるのみたいなっていう字幕になってて、えそういうこと、ファイヤーってファイヤーじゃないんだって思って感動した記憶がある。だからそういうのを知るとやっぱりなんかね、もっと楽しくなるんじゃないかなって。翻訳とやっぱ翻訳っていうかその歌、ディズニーの歌ってこれね知ってる人もいると思うんだけど、ディズニーの吹き替えってそのディズニーの英語、例えばじゃあアポーっていうアオーっていうこの口の動きに合わせて日本語をつけてるのね。だから例えば歌もそうだよね、
分からないことたくさんっていうところ、あーなんてないんですよ。 and and をそしてって訳すにはいわけにはいかないじゃん。だからそう違和感ないようにもうそう、さすがディズニーって思って、私それでディズニーもっと大好きになったんですけど、ね、セガスウィメンダリルステン、あー分からないことたくさんじゃなくて、えーってアンドにね入れてるらしいね、っていうか分かりやすいのを出せばそうなんだけど、 and ready to know what a people know ってなるから、あー分からないことたくさん、Ready to know what a people know。 口の動きがね似てる、似せてるんだって、このもう口の動きに違和感がないように全部してるらしい。お手上げ、お手上げだわディズニー、私だから好きなんですね。だって多分わかんないと思う。その木ってさ、音を切って聞いても多分わかんないと思う。日本語に当てはめても英語に当てはめても靴の口になるようにみたいなね。心を燃やせなんか根性論みたいな人一人いるけどそう、心の火、What's fire? この火は何？この、こ燃える火は、ここの、ここにある、この燃える火は何？って。ね。すっげー。What's a fire and what is it? この日は何？ What's a word? 言葉は？いい歌詞、いい歌詞とかってそういうこと。すごいよね。お手上げだぜ。煉獄さんかな。それはもうなんかガチのファイヤーの方だね。煉獄さんは、うん、やっぱりやっぱりと思って、うん、やっぱりそれもリアルファイヤーだね。うん、炎の炎使いですから。まあ、リアルファイヤーにはなりますかね、その場合。Fall in love は恋に落ちる、だけど落ちるわけじゃないというねね、Fall in love でしょ、多分本当はFall in love。 面白い。
恋に落ちるね。面白いよね、そう考えると。2時じゃって。私何時から始めましたか。Crazy for you ってどういうパッと見どういうもの。Crazy for you。0時34分。1時間ぐらいやってるってことじゃん。1時間ぐらいやってんのか。そうだよね。狂ってるからあなたに夢中。そういうことね。 I'm crazy about you とかね。 For you、 夢中になっている、熱中してる、もう首ったけみたいな意味か。確かにそういうなんか夏目漱石的な表現はいっぱいありますよね。面白いよね。なんか月が綺麗ですねみたいな感じで英語にもいっぱいありますよね。だって月が綺麗ですねなんてさ、あそうっすねって終わる人もいれば、ちゃんと意味を知ってたらおおなるほどってなるしね。するね。I miss you. I love you. 月が綺麗ですね。中旬の満月。あ、今日って満月？違う？今日さ、すっごい月が綺麗でさ、あ、満月かなこれ。と思いながら、まあ、ふんふんふんって帰ってきたけど、確かに。そういうやつですね。そういうやつですね。って。それってプロポーズだっけ？プロポーズではないんじゃない？けど別にプロポーズにも使える。月が綺麗ですねってあなたが好きですって意味だよね。あれ違う？月が綺麗ですねの返しはね、いっぱいあるんですよ確か。死んでもいいわがいつも、ね、死んでもいいわって、あなたとなら死んでもいいわってぐらいいいですよ。月が綺麗ですねは、相手に愛を伝える言葉。うん、愛を伝える言葉なんだ。だからあなたのこと愛してますって、月が綺麗ですねっていうことによって、あなたがあなたのこと愛してますって、 I love you みたいな。 I love you の意訳だって確かね。そうですよね確か。I love you イコール月が綺麗ですねって訳したのが夏目漱石みたいなっていう、そのふわっとした噂ですけど、秋の中で一番綺麗に、月が綺麗に見える日。あ、そうなんだね。月が綺麗ですね
返して死んでもいいわっていうのは、そのあなたと一緒だったら死んでもいいと思えるほど愛は永遠だよっていうのが、まあ、一番の返しなのかな。死んでもいいわ。でずっと前から月は綺麗ですよって言ったら、ずっと前から私はあなたのことを愛してますよっていう。ただその返しを知ってないと、なんか例えばHow are you? って言って It's okay みたいな返しを知る。 How are you? しか知ってなかったら It's okay って何ですかってなったら終わりじゃん。だからカッコつけて月が綺麗ですねとか言う人だはもう、あの返しをね何パターンか知っておきましょうみたいなっていうのはあるけどね。そう、ずっと前から月が綺麗っていうのはもう、あなたのことがずっと、私はね、あなたはのことがずっと前から愛してますよって。で、月が綺麗ですねっていうのに、今日は肌寒いですねって言ったら、遠回しに今夜は一緒にいたいですとか。そう、月、そう、寒い時ってやっぱ手つないだりとかさ、人のぬくもりがあった方があったかいじゃんっていうのを多分セリフに込めてるんだと思う。でちょっとロマンチックに返したいよって時は、月が綺麗ですねって言われたら、あなたと一緒に見る月だからっていうの、あなたと一緒に見る月だからっていうのは、この愛が、この愛はあなたあってのものですよっていう意味をね伝えられる。そう、私も愛してるよっていうよりは、あなたがいるからこそっていう、そのあなたあってのものだよこの愛はっていうのを伝えられるのが、あなたと一緒に見る月だから。日本人ですね。で永遠の愛誓いてみたいな感じだったら、ずっと月を見ていましょうっていう、まあある意味プロポーズ的な返しかな。返事、ずっと愛してたいし愛されたいよっていうね感じかな。すごい、でも日本人って感じですよね。日本人しかわかんない、もう日本人中の日本人しかわかんないみたいなね。ね、思いますよ、私も。愛こそ正義、本当に。I miss you の意訳はわかんない。逆に I miss you の意訳みんな何だと思う？私結構ね、インスタとかで意訳を見たりとかするんですよ。例えば。まあ、例えば、I love you の意訳なんだと思いますかって聞いたときに、アイス買ってきたよ、もう I love you の意訳だと思うし、私は。面白いよね、意訳って。だから私日本語が好きなんですよ。そう、なんかそのそこにI love you がこもってるよねみたいな言葉で、意外と日常にこう溢れてるよね。0時0分に来るおめでとう、はお誕生日おめでとうもそうだし、 I love you の意訳だと思うし、あなたに会いたくて、うわそれもね、確かにそれはそうね、面白いですよね。結婚しようぜは軽いよね。でも私軽いのもすごいいいと思う。結局
んか、ね、中途半端なやつをやめ、中途半端でもいいって人もいると思うんだけどね。お菓子買ってきて一緒に食べようと思ってケーキ買ってきたよ、もうかな。まあそうだね、確かに確かに。そんな感じかな。とか、おいしいねもそうだと思う。私、おいしいねって感情を共有する言葉ね、すごいいいなって思う。京言葉もね、面白いですね。私も京都の友達がね、まあ、いるっていうか、もいたんですけど、すっごいたまに京言葉使ってくるのがすごい面白かったね。電話してたりとかしてもさ、例えばこんな時間まで起きてて大丈夫ですかとか言ってあの、切ります切ります、すいません切ります切りますみたいな。面白いね、そう、面白いの。よくこんな時間まで起きてるねーとかって起きてはりますねーとか言われて、とか私は本来もう寝てる時間なんですけどねとかってそうですよね、ごめんなさい切りますとか言って、はいはいはいっていうね、面白いよ。面白い。あんまでもね、京言葉ってほんと使わないらしいね。いやマジ使わないよって言ってた。ほんと使わない。全然使わないし、やっぱりその現代になると、なんかあんまりその悪い印象を持たれたくないしみたいな、こちらみたいなタイプがやっぱ多いから、もうなんか親しい人に逆に使うみたいな言ってたと思う、確か、何してはるって、何々の英語も使ってるとき、お姉さんね、確かに何してはるの、他
かんない。京都の人、京都の友達はよく使ってたな。何してはるん？まあ、あんま使ってなかったかな。何してはんのとか今何してはんのとか、今何してるんみたいな。結構関西寄りな子だったのかな、どっちかというと。今何してるん？今お風呂入ってきたんで。あ、そうな。うん、あんま興味ない感じなんですよね。ね。英語習いたい。私も、いや英会話だな。私もでもなんか習ったところで自分が理解できてないとなと思って。じゃあ習うんじゃなくて YouTube とかで絶対分かりやすい先生っていると思うからって思って探したら見つけたのね。っていう。確かに意味がね、意味が分かればね。単語だから、私みたいな人は多分単語知ってれば最強なんだよねっていう。単語知ってれば頭は一旦置いといて耳はいいからあ、この単語だっていう、このスペルをなら頭の中で並べることはできると思う。ただ私単語を今全然知らないから頑張らなきゃ。とは思いますけれど。ね。ほんと。
そろそろまぶたが閉じてきてる。確かに私音楽とか映画好きだから多分音楽とか映画とかで学んだ方がいいんだろうなってすごく思う。ほんと、まぶた閉じてきた？わかりますか？ほんま。待って、だって34分半、12時半とかでしょ。34分半でしょ。2時半ぐらいに終わろうかな。洋楽聴きます、聴きます。逆に洋楽だと洋楽っていうよりそのディズニーソングとかめっちゃ聴くって感じ。とかそれこそミュージカルの曲とかレントとかね、シーズンオブラブとか、結構あれしたらな楽しいんだろうな。最近は、2時ぐらいには寝てますね。そう、寝れるとき寝るときやみたいな感じで。イギリス英語聞きやすいね。ね、イギリス英語ってやっぱ普通の英語、アメリカの英語ってやっぱさ発音とかが違うからさ、もうどっちかに振り切んないと分かんなくなっちゃいそうだよね。ただやっぱ英語の音声でとかがいっぱいあるから最近は、そうだからやっぱその機能をねいっぱい使っていく。起きるのは9時ぐらいかな、だいたい何もない日は。そう、それぐらい。寝起き配信、なんか朝はね気づいたら昼なんですよ。朝配信はいいけど、やっぱ平日の朝とかはさ、私っていうかみんなやっぱ8時までしか見れないとか、通勤時間にしか見れない、ちょっとの時間しか見れないとか、あの本当にもうイベントの時とかしか朝はやってないですね。私も朝弱いし、朝はね自分が何喋ってるか分かんなくなるの。まあ、こんな夜もそうなんだけど、そう
んなくなるマジで。本当にそうなの。半まで頑張る。半になったら終わりましょう。爪がマジで長い。貧血気味と出たわ。肺にかけと貧血気味でやばいじゃん。貧血はね、わかるよ。カツオの、カツオのたたきとか、まあレバーとか食べれればいいんですけど、私レバーがちょっと苦手だから、カツオを、漬けカツオとかすごい美味しいですよ。 YouTube でそれもいつも調べるんですけど、私鉄分。あと最近はね、ジュースとか、ジュースっていうか、なんて言うんだろう、鉄分が取れるドリンク系とかありますから、おすすめ。私それよく飲んでる。コンビニとかに売ってある。I'm the same as you dancing。ダンシング。ロキュモンダウドス。ワーキング。鉄分。カツオを漬けると美味しいですよ。人生でカツオ食ったこと記憶ないわ。用途で取れないで、わかんない。なんかサヤリンが、あの貧血、うわもう貧血なんだよねみたいな話してた。鉄分だったらカツオがいいよって教えてくれて、でカツオか、でも私カツオもさ、あのカツオ節とかでしか取ったことないから、カツオの料理わかんないなと思って、カツオ料理って調べたの YouTube で。そしたらカツオカツオのたたきが出てきて、あ、これ美味しそうだと思ってそれにしました。カツオとか、まあ、マグロとかね、こういうおすすめですよ。
マグロとも贅沢したいときに食うぐらいなのよ。笑い焼き体験、カツオ節は大好きなんですけどね。私やっぱ赤身のお魚が本当にマグロとかしか食べれなくて、多分光り物もちょっと苦手で、だからお寿司はもうもっぱらサーモンとカツ、サーモンと縁側と、いやサーモンとマグロとタイをぐる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 やってますね、ずっと。ずっとそのそれをずっと食べてるって感じ。飽きないのってね、全然飽きないんだよそれが。光り物は多分もうちょっとしたらね、美味しさが分かってくるんだろうけどね。マグロも私さ、お寿司ちょっと苦手だったの昔。お魚とか、まあ、だお肉とかそのままの味ちょっとやっぱさ癖あるじゃん、全部食材って。だからマジサラダばっかり食べる子供だった。そう、多分サラダと鶏肉、ちょっと豚肉も牛肉もさ、お魚もやっぱりさ、お魚っていう香りとか味がしたり、お肉です、牛肉です、豚肉ですっていう多分その香りがちょっと苦手なんだなよ。そうなの、そうなんですよ。多分敏感なんで、確かに舌が敏感なんだろうね。そう、鮭とかさ焼いてた白身の魚とか大好きだった。白身魚のフライとか焼き鮭とか、それはすごい好きだったんだけど、だからうなぎとか、なんなら水道水もダメだった。なんかその、わかりますか、水道水の味。なんかね、一回お水のし、まあ、お水体験コー、お水のそのウォーターサーバーの体験コーナーみたいなのがあって、そのこれ水道水と普通のお水を当てられたら景品ありますみたいな感じでね。けどさ、え、当てられない人いんのと思ってるさ。パパもママもおばあちゃんも分かんなくて、めっちゃ水道水やんって言っても、え、そうなんやみたいな、全然分かんないかもみたいな感じで言われたから、分かんない、分かんないのは分かんないんだろうなって思ったけど、私がね、そう意外とね分かんないっぽい。
海鮮丼私大好きだよ今。だ水道水とかもちょっと苦手なんだよね。だお店とかでさ、お水いただくときあるじゃん。お水いただくときに、あこれは水道水だとか、これは美味しいお水を使ってるなとかすぐ分かるじゃん。そう、それもまあ面白いけどね。日本の浄水基準高いらしいよ。だから割と分からないらしいね。すごいと分かっちゃうんですよ。やっぱ なんだろうあの金属の香りなのかな。なんかそのクリアじゃない感じの味ってそれどうせ長野県の駒ヶ根、駒ヶ根市ってとこの一番美味しかった。そうなんだ、分かんないね。消毒の味を軽き、あそうなんだ、へえ。分かんないけどね。まあ飲めればね結局何でもいいんですよ。あ、私あれ翻訳してみたいなって思ったんだ。なんだっけ、グレイテストショーマンの曲。お酒はあんま飲まないですね私は。So midnight you don't sleep Mr. Yes.No, but yes. I'm sleepy. A little bit. Kyushu人とお酒強いイメージ。お酒はなんかめっちゃもうめちゃめちゃ飲むよって感じじゃない。って感じ。へえ。私なんだっけな。なんか。やっぱ富士山のお水だっけ。なんかねペットボトルのあの大きいやつあるじゃないですか。あれで不意に買ったやつのお水がすっごい美味しくて、どこだっけな、もうちょっと忘れちゃったけど、やっぱ富士山だった気がするな。
佐賀は焼酎有名だよ。酒蔵がいっぱいあるね、九州はやっぱり。あんまり、なんて言うんだろう、外でいっぱいは飲まないかな。もうなんか宅飲みみたいな、友達としとかに、まあなんか終電とかそういう時間制限がない中でとかだったらさ、もうさ帰らなきゃとか、例えばね、そういうのがないから、まあ吐かない、まあ吐でも絶対吐かないんだよね、どんなに酔っ払ってもお酒が回っても。それは気づいた最近、記憶も全部あるてか、多分ね、もうそこまでいったらね、お酒がもう体がもうお酒いらないってなるから、それ以上飲んだらね、多分そうなっちゃうんでしょうけど、そうはなりたくないので、絶対そうなったら、お酒を飲んでるんじゃなくて、お酒に飲まれてるの方になっちゃうんですよ。そうなるとやっぱり人間としてどうかなって私は思う。まあ一人で飲んで一人で吐いてってするならいいんだけどさ、やっぱ人に迷惑かかるじゃん、そういうのって。まあ、全部自分で収集できるならいいけど、そうじゃなかったらマジで、うんちょっとどうなん、自分の管理ができてない人ってなるから、そうなるのは絶対避ける。そう、戻すことしないし、記憶があるのは強いかも。タプちゃん強いかもね、意外と。外だと本当に一杯みたいな一杯か二杯みたいな感じしか飲まないですね。人とあんま飲まない、逆に。ほんと仲のいい友達とかしか飲まないです。まあ、でも逆に自分の友達とかが吐かないまではもう全然 OK。限界になると寝ちゃう。いや一緒、私も眠くなっちゃうし、自分で動けなくなっちゃうから、はぁーってとはならないけど、はぁーとはならないけど、うん、そうだね、なんか動く気力がなくなるから、だから外ではいっぱい飲めないんですよ。でもそれが正解だと思う、21歳にして悟った、それを。確かに意外と逆にね、お酒強いかもね。いやそれはね、私自分でも思う。なんか顔が赤くなるのよすぐ。だからみんなに「え大丈夫?」とか言って「水飲む?」とか言われるんだけど、顔が赤くなるだけでマジで余裕なのね、正直。そう、
お酒はね、口実でいいんですよ。湯船で寝てた。やば。それはもうその日にお風呂入らないでくださいね。お酒はね、お酒飲もうっていうこの話そうっていう人とコミュニケーションを取る口実でいいんですよ。別にいっぱい飲まなくたってそれで十分。ピンクさん、そうでも私ね、あのほんとちょっとお酒が入ると眠くなるんですよ。眠くなるけど、そっからお酒飲もうと思えば余裕でどん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 いけちゃうみたいな。けど顔が赤くなるからすぐ。そうだから、お酒弱いでしょとか言われる。実は秘めたる九州女だからね、私意外と。え、なんだっけ、舐めたらあかんでー。ちょうどいいよ。二日酔いはマジでなったことない。だから本当、だから二日酔いになったことないからお酒強いのかなと思って。私この前めっちゃ一回限界知らないと、やっぱお酒とかって言えば限界知らないってまずいじゃんと思って。何飲んだか本当覚えてないんだけど、私ウイスキー、あのなんやブラックニッカの紅茶割りがすごい好きで、そうだからブラックニッカの小瓶、こんぐらいのやつ、あれを紅茶で割って全部飲んだ後と、あと、何なんだっけな、あとはね、チャミスル白ぶどうチャミスル白ぶどう一本でしょ。いや、全1本っていうよりかは半分に、半分かな、友達と割ったんで半分。あとなんかあのね、白ぶどうのお酒みたいな感じの白ぶどうをサイダーで割ったり水で割ったりとかで飲んでくださいねみたいなやつをちょっと。チャミスルはめっちゃなんやめっちゃさ焼酎だよね、味が。そう、それでもう私動けないぐらい、こうやって直立、こうやって直立できないぐらい、こうわーみたいな。ね、紅茶美味しいよね。そうって飲んでんだけどさ、でその時はもう本当にマジで記憶はあるんだけど、動けない記憶がある。動けなくて、動けなかったで、眠そうな顔してふわふわしてたらしいけど、こうやって
眠そうな顔して多分ゆらゆらしてると思うんだけど私。そう。でもね、まあそれ飲んだのが2時ぐらいまで飲んでたんですけど、正直1時ぐらいかな。もうなんかその日は夜8時とか7時ぐらいからずーっと、そんなないか、夜9時ぐらいとか10時ぐらいかな。え、待って、まだ9時なんだけど、みたいな。今日いけんじゃねみたいなマインドでね、飲んでたのに。ね。あ、そう、マックのジュースの汁ぶどうの味するやつ。そうで、1時ぐらいまで飲んでたんだけど、もう眠くなっちゃって、もうほんと、だから、本当に眠くて、私眠くなるんですよ。眠い&こう、もう一人でこうやって立てない、高熱みたいになるよね。もう眠くて立てない、眠いけど、めっちゃ眠いわけでもないけど、本当にもう酔いが回ってるって感じ。こう迷ってるわ、もうやばいわってくらいね。で、まあそれがまあ1時ぐらいで、で1回気づいたら寝てたんですよ、私も友達も。で1回3時ぐらいに、パッ3、4時ぐらいかな、パッて目覚めて、の時はもう、まあ、ちょっとまだ余裕が残ってて、朝5時ぐらいになったらもうなんか「はあ元気！」みたいな感じだった。でも元気、イエーみたいな。疲れますよ、みたいな。の隣で友達が、あ、アドみたい。アドみたい。とかって。だからそう考えると、消化が強いのかもね。Already。そう、回復力だけね。やっぱでもコスパいいのがちょうどいいじゃん。健康なんだわ。あ、そう、分解が遅いと健康じゃないのね、逆に言うとね。それが基準になるかもね、今後の人生。ね、若いからだと思う、多分。ね、でもお酒に慣れちゃったら慣れちゃったで、やっぱりさ、酔えるまでに時間がかかるじゃん。時間もお金もお酒も。の量も。ってなったらコスパいいのがちょうどいいなって思った、すごく。ね、おつまみ食べれても飲む、確かにね。で、私おつまみでとお茶が好きなんだよね。日本人 おばあちゃんかって言われるけど、本当に
日本茶が好きなの。これは九州で育ったからっていうのもあるかもしれない。美味しいお茶がやっぱりそのペットボトルとかじゃ絶対味わえない、急須で入れたお茶がやっぱり美味しいんだよね一番。何の教材、今はまあ、セイナスイングリッシュスクールっていう YouTube もあるんですけど、それでやりつつ今はパートオブユーワールドの英語を全部ノートに移してる一旦。そうでももう終わる。 What's a fire? やめちゃチランチャ嬉しの茶、これが有名や。お茶屋さんとか行ったらだいたいやめちゃ嬉しの茶チランチャ3つ置いてあるね、九州だと。急須で、だから九州の全域かは分かんないけど、私の家庭科の先生がさ、お茶の入れ方とかお茶に詳しい先生だったから、お茶のね入れ方教室があるのもあったの、小学校の時毎年。だからすごいね入れ方得意だよ。だけどお茶の間で入れた入れ方はマジなの、あれは。お湯ちょっと入れて、ちょっと20秒30秒ぐらい蒸らして、であとお湯を注ぐじゃん全部で、まあ5個あったら、まあ、12345って入れ、こうやって入れていくんだけど、最後の1滴が一番美味しいって習ってるから、うちら最後の1滴ちょうだいっていうね、いや最後の一滴入れてもう一個いけるやろみたいな感じで、ゲームみたいなことか、カン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 って入れてまあそういう、それがそうなるのがね、うちらうちらの家庭科なんだけど、あと一蘭もやめも嬉しのも全然味が違うからね、なんか飲んでほしい、いろいろ。嬉しの茶本当に美味しい。あ、朝は行きたい、おいで。知らん茶好き、美味しいよね。そう美味しいんです、美味しいんですよ。やっぱり九州のお茶、まあ日本のお茶ってやっぱ美味しいよね、そこも。ラーメン好きなの、大好き。ラーメンしか勝たん。だから私逆に豚骨ラーメンしか食べて育ってないか、育ってきたから、うん、東京に例えば中学校の頃、まあ、塩ラーメンはかろうじて食べてたよ。けどさ、中学校で初めてさ東京に来るようになって、関東に来るようになって、全国の友達ができて、で味噌ラーメンの存在を改めて知って、味噌ラーメン食べたことないんだよねって、え、味噌ラーメン食べたことないのって驚かれるんだけど、意外と九州人は多いと思うんだけどね。もう豚骨しかないの周りに。
かも豚骨の美味しいもん、豚骨は豚骨でもさ、味が違うのね、お店によって。だから推しラーメン屋をね、があったりするんだよね。いや、私は何派みたいな。嘘、私はこっちのが好きやみたいな。ね、味噌ラーメン、味噌ラーメンを置いてないとこが多い、割と。その言い方を変えると、醤油豚骨っていうのもなかなか珍しいから、醤油豚骨食べたいとかね、食べた時もありましたけど、結局ね、そう、味噌ラーメンだから、味噌バターラーメンとか大好き。あ、待って、もう45分だね。じゃあ終わろうかな。お茶って結構高い。あ、そうなの。なんかその、なんて言うんだろう。ね。県内の知り合いとかがいたらさ、例えばさ、まあ、玉ねぎ、白石っていうところの玉ねぎが有名だったら、玉ねぎと、玉ねぎあげる。じゃあ、お礼にお茶あげる。みたいな。そう、とか、あんのよ。やっぱり田舎だと。九州以外の豚骨ラーメンだと、あの匂いなくて本当に何、九州以外、確かに。札幌一番の味噌ラーメンの味に近い。美味しいよね。いや、ラーメンって、ラーメンは正義。結局。物々交換結構あるね。とか、お米あげるからとか。お米あげるって言ってお米いただいたから、ああ、いただいたならもう、うちのこれもらってって、みたいな。玉ねぎもらってって、みたいな。うちのいちごもらってって、とか。だからね、例えば、友達のお家がめっちゃいちご農家とかだったら、もうこんな箱で、はい、好きなだけを取って、みたいな感じでさ、くんの。ありがとうってめっちゃもらえる、みたいな。そうなんよ。面白いね。カップラーメンあんま食べてないですけど。カップラーメンあんま食べようないようには私してるけど、やっぱうまかっちゃんは食べちゃうよね。そんじゃ、終わります。13、ヨミーさん、12、ベルちゃん会長さん、11、サルキチさん、10位、下ユウさん、9位、アレックスさん、8位、ミクノバさん、7位、ピーシアさん、6位、横尾さん、5位、アナネさん、ミサカ最高、4位、ホノちゃん、3位、シオリー、2位、オサカズさん、1位、竹本さん、ミサノは、でした。それでは、終わります。ちょっとラーメン食べたくなった感じですけど、おやすみなさい。明日は、お昼はラーメンだ。おやすみー。バイバイ。 Thank you for watching, guys.